こんにちは、キモナナビタカと申します。囲碁飯の今日やっていくか。アンザーエイドサール、リューベックアンザーエイドサールの第3章いっていきたいと思うんですけど、お知らせで、あのパッチが来て、あのね、アニマのね、スチールが見れるようになったっていうことがありましたね。僕見ていきました。あ、主人公と追っ始めたっていうね。で、アニマ受けだった。まあ、やっぱ獣人は受けでたるべきだとは思うんでね。だし、獣人かける獣人だった場合は、やっぱりなんかこう、ある程度ガタイがいい方が攻めになるべきなんだよねっていう僕の持論があるんですけど、まあ、それはそれとしてアニマは、受けでした。なんかね、スチールのアニマは、お胸の落ち首がね、めっちゃなんか綺麗なピンクになったし、あとズル向けだったっていう、そういったのも言ったり、なんだったりしとくんだけど、もういっか、また確認してくれ。楽しみにしとけよ、みんな。うん。まあ、シンプルイズベストでなんか初めてみたいな。なんかいろいろなものが擦れてもんで、気持ちいいよ、みたいな感じになってるということで、意外な来訪者やっていきたいと思います。よろしくお願いします。第3章、やっていくぜ。なんかちょっと最近スプラトゥーンとかにちょっとやっちゃってるせいでね、あとデジモンサバイブとか、てかもうスイッチね、スイッチゲームやってるせいで、アナザーエイドサールをそこまでやれてない部分があるんだけど、やっぱり進めておくべきものは進めておくべきだと思うんで、アナザーエイドサールはやっていきたいと思いますということで、アモレイ君はあれですね、ひどい目に遭ってしまったというのは、いろいろと盗賊に追っ始められてしまったという、腹ぼこまでされたらそれは仕方がないなということですよね。っていうことで、アモレイが金を貸して買ってくれたのに、俺はしたのかや。無事って言うのかわかんないけど、うん、まあいいか。あ、ここでなんか発情期的なやつが出てくるのか。発情の季節とかあるんだ、一応。やっぱさすが獣人やな。市街地の騒動からそそくさと離れ帰宅した阿弥陀方氏。邸宅って読むのこれ。邸宅の門前に居合わせたのは意外な訪問者だった。あれ、俺の家の前にいるのは、誰だろうな。意外な人物なんだもんな。わりかし知ってる。エクス、結局エクス。あ、だった。エクス様当てたわ。だったらエクスじゃないと思ったら本当にエクスでした。さすが僕の能力ですね。留守にしてるかな。まあなんか割かしバルボロスもね、主人公もなんか打ち解けてる感じがあっていいわ。まあ何かで元気に過ごしております。それはそのバルがクエストを受けるのもダメって言うから、アビタカオブシドニアから帰国して以来単独でクエストも受けられずにいた。なんか急に閉じ込められてんな、主人公。その不平を、何これ、こぼそうとしたところが。バルボロスがすかさず遮った。まあ、確かに事件はな、アモレイ君も事件巻き込まれるわ。もうめちゃくちゃもういいや。お、任せてください。バルー、どっこいしょ。お、お父さん、血のつながってないお父さんですよね。お父さん。そりゃ、ここ、モーガン邸だったわ。すっかり忘れたわ。ま、事件の匂いがプンプンしますね、ということで。あー、早くリュートに会いてえなー。リュート、めちゃくちゃ楽しい。お、エレンさんもまだまだいるじゃん。エレンさん、ちょっと今、アニマに、ね、変わってしまうというか、レギュラーだったの危機がワンチャンあるんですよね。エレンさん、いや、もう正直エレンさんレギュラーでアニマベッチの方かな。アニマの好きが、そこまでちょっと、幅使うからな。ちょっと辛いんだよな。てか、エレンさんは早くアレクと、なんか、うんぬんかんぬん死ねえのかって言いたいところだけど、それ死ねえ。あーと思ったらアレクいたわ。てか、アレクさ、よくバグりすぎじゃねえ、なんか。毎回、なんだろう、アップデートでさ、アレクの素質がうまくできてなかったとか、いろいろうんぬんとかあってさ。アレク結構バグの化身なんじゃないかなと思う。今回確かあれだけ、アレクの素質発動時だか、スキル発動時だかの時に、モーション変わったっぽいんだよね。そこはまた楽しみですね。それはこれからで俺にもわからない。GK の匂いがプンプンするぜ。厄介な依頼です。バルボスが呆きれるのもまあ仕方がないよ。いつかイベントでさ、普通になんか、獣ハチキンありなしは、いやもうむしろなしでいいからさ、なんかね、たまには主人公とバルボロス、まあその後ご一行のさ、なんかちょっとしたバカンス的なね、イベントとかあったらすごいね、ワクワクするね。僕そういった日常見なくて仕方ないからな。やっぱキャラクターといったら日常も欠かせないと思う。で、イベントはどちらかというとその日常をね、醸し出すパートだと僕は思ってるんですけど、そういうところに日常が出せたらなと思うからね、ちょっとそこでなんかみんなのね、それぞれ出てきたキャラクターたちの日常とか会話見れたらすんげえ楽しみだと思うけど、それをどうイベントにするのかって言われたら僕はわかんないです。だから行ってみただけです。はい。だからそういうのは同人誌か。そういうのはむしろなんかさ、公式ガイドブックっつうか、公式の攻略本なりさ、公式の同人誌、あんまアンソロジーコミックあったりそういったの見れたらすげえいいよなって思うわ。今思いついた。だから、アナザイドスワールさん、ケモケットで企業ブースの出展待ってます。僕絶対課金はしないですけど、グッズになったら話は別です。むしろ、課金させてください。ケモケットで企業ブースに出たら。僕はその時、無課金してた分、いろいろと、
見つぎたいと思ってます。よろしくお願いします。運営さんによろしく頼む。あ、結局決まりと従順のいざこざかい。ベルダンシアってどこだっけ、もう分かんなくなっちゃった。はいはい。まあ難民というのもね、また厄介なもんですよね。うん。受け入れていきたいけど、受け入れすぎるとまたそれぞれその受け入れ先の国も大変になるしでね。だからちょっとなかなか日本とかってあれだよね、その大学で学んだんだけど、日本って確か難民の受け入れがねめちゃくちゃ少ないんだよね。そう、めちゃくちゃ少なくてさ、めっちゃ審査厳しいらしいよ。じゃあなんかガバガバと受け入れればいいじゃんと思ったら、なんかそれはそれでいろいろとその人材が足りなかったり、あとそれって就職なんか大差不景気な状態で、さらに就労の場とかをまあその難民の方々とかが枠として取ったら、さらになんか日本人がむしろも働けなくならないんじゃないかとか、そういった懸念点もあってね。だからまあ自国不景気なね、自国をまず優先しようってことで、ちょっとあんまし難民の受け入れってしないみたいな話は聞いたな。はい、というわけでまあなんか騒動の原因を対処ということで、十字と決まるのね、そう、因縁は放置できないよな。そして僕と竜とね、つながれてる部分をね、バカにできないからな。やっていこうぜ。キマイラって、獣人とヒュームの中間の人たちのことさ、このヒュームっていうのがね、この世界でね、ヒューマンみたいなもんっぽいね。これってもう、この設定ってもう出てきたっけ、この用語。僕、これアニマのシチューでも、なんかヒュームって出てきたから、あ、ヒュームなんだみたいな感じでしてしまったけど、まあ、多分なんかヒュームって単語も出てたんだろう、今まで。けどまあ、そう、獣人とヒューム、まあ、アメタ側はヒュームってことになりますね。てか、なんでキマイラ出生数ってそんな増えてるのかがわかんねえんだよな。むしろ雲がなくなったからこその感じなんかな。じゃあ、どうしよう。はい。おお、どうしたどうした。ジェイドからの依頼とはなぜゆえ、なぜゆえジェイド。てか、ジェイドってさ、星6なの。まだ僕、ジェイド持ってねえんだよな。まだ持ってない星6もたんまりいるからさ、ジェイドとかも早く仲間にしてるもんだな。結構ジェイド、お前も元気してんな。あ、色欲出た出た。で、今回はね、色欲のね、あいつが、っていうことでね、あれだよね、あの、コメント、リサーさんのコメント方でも、7つの滞在をベースにしてるのは次、色欲とかじゃねっていうコメントがあったけど、重くそヒットしてましたね。さすがです。僕はもうそもそも7つの滞在なんだみたいな感じで、ね、なるほど、7つの滞在テーマにしてるんだって、もう後から知ったから、それ、そのコメントで。へぇーみたいな。すげえな、そんな考察ができるなんて。僕はもう脳死、おぉ、次は何が来るんだ、ワクワクするぞって脳死楽しみにしたからな。考察をまた楽しむ上では欠かせないね、あの、アクションの一つではあると思うんで、僕も実際考察でなんかいろいろとしたりするから、でも僕がどちらかというと完結した後の作品でこれはこれどうなったんだろうと考察するタイプだな。まあ、それ考察っていうよりか妄想なんだけど。バレしてたのか？お、なるほどな。あ、やべ。おい、今さ、マウスカーソル？あ、違う、マウスホイル動かしたらなんか勝手にいろいろ動いちゃった。ちょっと、読んでいくか。まあ、罪なる願いのせいと。はい。で、それが原因ということで、アレク・アエクさんを助けます。で、アレク、ベルダンシア大陸に出発する準備だ。だと、色欲の魔王ということで、久々の冒険ってことということで。なるほどね。じゃ、今度アレクとかも出てくるんだな。今度のパーティーメンバーなんだろうね。また楽しみだ。罪なる願いってそんな強いの？あ、出なくて？ああ、お前ら出ないか？へえ。暴食のベルゼブブや嫉妬のジェイドに比べると、色欲って、えへへみたいな、何言ってんだこいつ。まあ、しょうもない。いや、しょうもなくはないよ。特に、ケボナー界隈なんて、それこそ色欲が全てみたいな部分ではないけどさ、色欲、まあ、要は性欲がね、大部分を占めてるような界隈でもあるからね。まあ、それが、それだからこそ、あの、他の界隈と比べて、未だに発展しないって欠点もあるんだけど、まあ、行動原理で人間の本能である部分の一つをね、大々的に出していくって界隈でもあるからね。そこをね、まあ、生きやすいと捉えるか、なんか、界隈として発展してねえぞ、みたいな感じで、あのね、最終的にはなんか他の界隈に行くか、それはまたそういう人たちの願いだろうということになってます。お、その通りです。お、獣人がねムラムラしてまってんのか。なるほどね、まあ、被害この程度は確かにどうでもいいか。なんだジェイド、ジェイド意外と大浴場好きなの。そんな暴力も起きてるらしいもんな。そこ確かにやべえよな。なんか、ただなんか、お尻がガワガワになっちゃったぐらいのやつだったらいいけど、普通に顔面ぶん殴れとか、さすがに、あかん。顔面でぶん殴るのはせめてね、あの、チッポだけにしとけ。チッポで顔面ビンタ。そう、チッポビンタだけ、顔面ビンタって言うんだけど、わかんない。そう、それにしとけよ。拳でグーでは、マジであかんぜ。
そんなにみんな大浴場好きなの？わかんねえ、それはバレとしてもダメなんだ。はあ、単純になんかおっぱじめが見てえだけなんだろうな。しかもあそこオス同士でしかおっぱじめ。僕さ、この時まだオス同士のおっぱじめしか見てないんだけどさ。エレンさんがおっぱじめられちゃうシーンはいつ出るんですかね。それがなんか、いや僕それよりもまずオス獣人だけど、チッピーがないね。そう、総配鉄鋼鳥獣人が見てんだ。うん。歩き場だっけ？歩き場は違う。あいつライバーヒーローだ。いやーなんかね、総配鉄鋼のオス獣人がみたいな部分を見たいよな。だから鳥獣人、もっともっと出てこい。うん、まあ大浴場本来みんな健全に使いましょうね。有名な発展場だけで追っ始めてるよ。みんな整備はみんな責任取んねえから、あれ自己責任でよろしくな。それじゃよし、鈍感の勇者だけではどうにもな、もうこれがもう分かる、誰が誰だか分かんなくなるけど、まあいいだろう、きっと僕もいずれは分かるということで。やった、そんなに大浴場あれだってよ。僕ロマンスの城見たか、大浴場もただ発展場じゃん、あそこ。いいの、あの公共の場ではないけど、いや公共の場っちゃ公共の場が、おっぱじめちゃってさ、マジで恐ろしい世界だぜ。いや一回ぐらい行ってみてよな、獣人がおっぱじめてくれるな。じゃあロマンスの城はね、1枚だけだったの、ちょっと差分がなかったのがちょっとだけ残念だったけど、熊獣人が相手でした、モブのね。急に不安になってきた。今までの魔王より強いのかな。お、今回意外と戦いが少なかったりします。よいしょ。あ、キマエルの研究を行ってヒーラーって確かピックアップで出たよな。多分あいつのことだな。あ、そうそう、ピオス、ピオス。まあ多分なんか、あの、なぜかインナーを着てないピオス博士だろう。まあ多分今日、あそこ暑そうなんだろうな。暑いから普通にインナーは着ないけど、なんか、一応学者としてちょっと、なんか既得は的な、サムスギ的なあれだと思うんですよね。よし！というわけで、ピオス博士の診療所行ってきたいと思います。行ってきまーす！もっと腕にシルバー巻くとかさ、そんなんじゃアンザー掘れないぜ。よし！まあ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 。まあこの単語はね、健全ってことで、まあ、結局獣人がみんな村っ気してるってことなんだな。でこれがピオス博士か、こいつ確かピックアップしてるな。てかこいつも照れてるな、どういうことだ。パイスブラン連邦とベルダンシア大陸の国境付近、ベルダンシアから流れ込む移民が数多く住まうこの場所に、あえて診療所を置いているのはピオス博士。しばしば診療所を離れてベルダンシア大陸に入り浸るたび、居室は荒れ放題になるのだが、ピオスは全く気にする様子がない。医者なんね、ドクター、さすが。あ、そういった難民の受け入れっつうか、難民の仲介みたいな、そういうことなんかな。クエストボードに貼られた怪しすぎる依頼内容。それは村々が襲って止まらないベルダンシア出身の獣人、キマエルの冒険者募集と書かれた知見の依頼、知見だったんだ。ピオスは準備していた薬剤を調合する。原材料はベルダンシアから調達した薬草が多く、毒性も効果も強烈で安定しないものばかりだ。へえ、つまり通常の造形では取り扱いのないもの。劇薬のオンパレードだ。あ、もうダメっすね、これ。あ、もうダメでした。キツネ獣人くん、多分このままあの、なんだろう、多分行くんだろうな。多分もうこのズボン越しで、ドルルって感じで行くんだろうな。一番今の下ネタじゃねえから。何がドルルってするのか、一言も言ってねえからよ。うん。おしっこのことかもしんねえからよ。じゃあ大丈夫だ。何があった？めちゃくちゃ、なるほど。こうやって知見にやってきたやつらをおもちゃにしてるんだな。キツネ獣人はとっさにピオスに殴りかかろうとしたが、常に両手両足は診察椅子にくくりつけられているようだった。ひぃ、注射バリア恐ろしい。なんかこういった興奮剤ぶっちゃけ飲んでみたいとは思うんだけどさ、なんだっけ、赤マムシとかだっけ、あれちょっと飲んでみようかな。あれ美味しいのかな、味が気になるし、本当に効果あるのか、ちょっとすごい気になる部分はちょっとどこか、やっぱすげえ気になるわ。意外とドンキとかで言ってるよな。ちょっとドンキでちょっと飲んでみてえな。まあ、もしかしたらコンビニでもそれっぽいもの売ってるな。今日僕その勢力帯よくわかんねえんだよな。ピオさん無慈悲にも椅子の肘掛けに固定された被験者の腕に容赦なく注射針を刺した。気化する前の、薬液がキツネ獣人の血管に直に注入されていく。まあ、これは普通に健全だもんな。鼻からそれだけ呼吸を乱す興奮剤。その効果はいかに。
大丈夫だよな、このイラストがなんか急に変わったりとかしねえよな。僕はマジにこれを YouTube に投稿するにあたっては責任を持っていろいろと修正書けなきゃいけないから。突如として椅子に縛り付けられた椅子ごと狐十字が立ち上がる。瞳は血走り、股間には池に立つオスの陰、なんかこう陰な鍵がくっきりと目立っていた。それはまだ大丈夫です。この表記ならまだ大丈夫です。別に股間に池に立つものはね、何もあれだけとは限らねえかもしんねえからよ。うん、じゃあ何があるのかちょっとわかんねえ。なんとあろうことが狐十字は怪力で、朝縄をちぎり椅子破壊し実験室を飛び出して、だいぶめちゃくちゃになってますね。それいいのかな。あ、これ逃げたんか。一応理性はあったんだな。はあ、なんか普通の精力剤、よく売ってる精力剤とかもなんか筋肉に効果出んのかな。実は筋肉がなんかバルクアップするよみたいな、ちょびっとだけね、ちょびっとだけバルクアップして筋肉が見えやすくなるよ、あ、ついで股間もすごいことになるよってことかな。フューズが語りかけたのは掃除に取り掛かっていた下僕の杖だ。へえ、下僕なんだ。なんか言い方が無慈悲なんだよな。杖ぴょんぴょんと跳ねて喜んだが、まるで一人芝居である。なるほどな、こいつ獣かも、もしかして。なるほどな、あ、雑食より獣ってことだ。ごめんください、ピオス博士はいらっしゃいますか。一体何が。噂ったようにようやくピオスの研究所にたどり着いたアビタが最初目にしたな、形相を変えて走り去る儚い実験の犠牲者だった。まあ死んでない限り OK です。いや、僕の姿はこれキマイラ臭くないか。どうだ、キマイラと認定してくれないか。ピオス博士は目をこすり自分が見ているものが寝不足の幻覚か現実かを確認する。相手するのは竜の片翼、鱗の片腕、メガネ越しの瞳がみるみる輝きを増していった。セーフですか、僕の韓流はセーフですか。そういうあなたはひょっとしなくてもピュース博士。こんにちは。なんでさ、この世界こんなんばっかな、マジで。もうこんなんばっか世界だから作られたアナザーエイドスという作品なんです。そうだよ、深いことは考えちゃいけねえよ。今はいいしよみたいな。俺は健康だし。スルツへの竜人とは何ですかね。この姿はいろいろわけあって、ピュアス一気に距離を詰め、アビタカの肩横を閉じたり開いて付き合っていじっくりました。この研究所でアビタカも検体の人に過ぎないんだ。ありがとうございます。まあ、褒めてもらえるのはね、なかなか悪い気分なんだよな。今回のメンツはこれなんだな。結構身内メンツっていうか、なんかバルボロスと主人公それぞれにね、ゆかりがあるキャラクターたちがメインキャラになる可能性がありますね。てかエレンさん発情期じゃねえの、そこそこ気になったな。メスは大丈夫なんかな。不思議な世界だな、もうオスばっかりじゃねえか、マジで最高かよ。そうだそう、家主のとこでそれ取っちゃうのはいかんよ。ピュース博士、この薬は決まる友人、これ竜とあったりするかな。いや多分シドレイとかなんだろうな。決まるからの依頼、あ、これもしかしてある、もしかして、いやないな。まあ仮にあったとしても人間同士は僕は厳しいものがあるからバッサリカットする気満々だからな。待って、そういうようで来たわけじゃんだ。実は俺たちエクー様から命を受けて、獣人やキマイラが最近なんというか興奮している原因を調べてるんだ。まあでしょうね、発情ですよね。まあよく同人誌を見かけます。エロいでも見かけたことあります。獣人、獣はとりあえず発情期って言っとけば大体追っ始めることができて、でさらにどんだけ出しても発情期だからって理由でOK だし、教えがガバガバになるのも発情期だからって理由で、全て発情期の関係で、お尻はもうあれだな、お尻の穴はもう受け入れ万全の状態だってなるのも、それはもう全てやっぱ発情期だからってことなんですね。うっす。てかさ、今思ったけど、ピオスの見た目大丈夫だよね、ギリギリ。軽くギャランドゥが見えるぐらいだ。ギャランドゥつか、まあへそから下の毛が見えるぐらいだから大丈夫でしょ。ちなみに僕ギャランドゥないんですよね。なんでか知んねえけど。鎮痛剤、鎮静剤効果ないのな。興奮剤効果っても。決まりと獣人ってなんで仲悪いんだろう。助手って。そう、それがね、多分わかんのかな。まあ僕もリュウトのことはなんか知んねえけど好きだしな。おお、誰が突っ込んでくれてありがとうございます。
はあ、魔導士と戦士で因縁が。アンバードもなかなか治安の悪い国だな。うん。そんな中でこんなエレンさんっていう慈悲深い人が出てきたのは本当に奇跡だと思うんだが。東の海岸に流れ着いたキマイラ、なんか漂流してたんだ、キマイラ。で、そこでなぜ数増えるかなんだよな。まあ、その辺もはっきりするのかな。ちゃんと女性とおっぱじめてるってことだぞ。おすばっかだけこの先に出てくるの。ちゃんと女性ってのはいるし、ちゃんと女性とおっぱじめてるはずなんだよ。ベルナンシアにキマイラの村があるってこと？へぇ。まあ、一応雑食よりケモナって感じです。ケモミミニストでもあるようなケモナですね。ああ、それがシドレね。シドレ、まあ、シドレのね、体格が中が壊れ物があるけど、体脂肪率的な部分で言えば、正直ピオスってよく博士なのに、博士とかさ、医者なのにさ、こんなマッチョになれたな、こいつすげえぞ、本当に。どんだけ絞ったんだよ。天才だぞ、マジで。僕だって、わりかしお腹まだ絞ってねえからな、僕も絞ったらこうなんのかな、楽しみだわ。キマイラのリーダーも終わりの話しとき悩まされてるの？キマイラって内向的なんだ。今日、リュウとそんな感じじゃなかったな、サブクエ見た限り。ソーリーだと話してみることはできないかな。でも、発症の問題で悩んでるのは一緒だ。向こうも止めたいと思っている。それに、色欲の魔王のことはって何か知ってるかも。じゃ、まあ、とりあえず、行ってみましょうか。そう、大浴場送、なんで大浴場送り込むのか分かんないけど。はい、まあ、ピオス博士、キマイラの村に俺たち案内してくれないかな。よし、リュウと会えるぞ。楽しみだ。まず、キマイラの森ね、オッケー。楽しみです。結構やっぱ医者なだけあって IQ 高すぎるか、偏差値高すぎるんだよな、本当に。天才だわ。不安だな。というか、よかった、意外と平和に終わったわ。この後また話を見るだけになるのかなと思ったら、ここでキマイラ自治区来ました。最強のアルファ最強の、もうあれだよ、なんだっけ、オメガバースの話になってるよ。まあ、今回このお話読んで終わりになりそうかな。まさか今回戦闘なしでね、お話だけ読んで終わりのパートになるっぽいですね。あー、リュウト、あーあは獣人の方が最高か。集会所の月夜に一人、フォルテは佇んでいた。拳を強く握るシドレたちを招き入れた宴は散々な結果となった。客人に振る舞う貴重な酒は手下の獣人たちが飲み干し、それに激昂したフォルテが暴れ回る。次第に騒ぎは居合わせた獣人と決まるのお知り合いに発展し、収集がつかなくなってしまった。グダグダじゃねえか、魔王やってること全然企画うまくいってねえぞ。やだな、僕もなんか企画とかした時にこんなことになるのやだな。頑張ってアドリブなんとかしてえな。説得する言葉を持たないフォルテはその強烈な拳で相手をねじ伏せる以外の方法をしやすいと。今日一応これでボスなんだよな。まあ、どこもかしこも平和じゃねえんだ。癖がありすぎるだろ、どこの国っつうか、どこの国や、なんか村というか、そういった、なんか集団的な部分。あ、今日フォルテはちゃんと仲良くしたい派なんだな。あー、出た。出たよ。アズモンドって言うんだ。今回なんかすんげえ、あれだから、キマイラ臭いんだよな。てか、キマイラじゃねえ、ほぼ。お前、キマイラだろ。え、アズモンドとはもうお友達なの？てか、キマイラもしかして、色欲、実はこいつ色欲、いや、色欲じゃなかった。ピッカポカチはそんなの出てなかったっけ？いや、実は普通にキマイラ。いや、どっちだ、これ。宵闇の雲が晴れた夜のこと。青ざめた月光に照らされた世界中の海からアズモンドはフォルテの前に現れた。今日もまるで同じだ。沈黙の中を思い出すのは、初めて。うん、そうっすか。そっか。なんか、とりあえずやっぱおっぱじめるのな。はい、仲間同士の喧嘩ならば絶対譲らないはずのフォルテが、この時ばかり視線をそらした。え、これ、ん恋人なの、アニマと。もう、訳が分かんねえぜ。お前らの関係性が分かんないし、なんでお前らそこでおっぱじめてくれるんだよ。ハグするんだ。浮気じゃねえか。アニマがかわいそうだ。よな。だよな。ちょっとまだ関係性わかんないんだけど、本当に恋人かどうか。そこら辺知らないんだけど。
なんかフォルテお前その図体でアズモンドにパパミを感じてるんか、お前ママミを感じてるんか。なかなかの性癖の持ち主だなフォルテ、こいつ意外とやるよこの体格で。なかなかの、まあ、赤ちゃんプレイを消耗するか。結局アズモンドは本当色欲のあれなんかな、まあ多分色欲のあれだと思うんだけど、いややっぱ色欲だろこいつってやっぱ絶対そうだよ。わりかし話が分かるやつというか、なんというか分かんねえな、僕も僕で今日分かんなかった。あ、楽器練習中意外と真面目なとこあんな結構真面目なとこあるぞフォルテ、これはボスになりますわ。いやこれ色欲のやつにさ、なんかこうなんだっけ、蝕まれるじゃなくてさ、そそのかされてる、そうそそのかされてんじゃないですかね。こいつのその、いや一応キマイラって解釈になってんのかな。マーダハグしてるよこいつら。なるほど、キスもしたってことでねもう結構おじさんかけるおじさんって感じやな、こうして見ると。うん、いやフォルテおじさんなんか、いや多分おじさんだろうな。大体ゴリラ10時で若い方よりか若干おじさん味を感じる年代での登場かなって印象、イラストとか見てると。ベルダン試合には王様がいない、なるほど。そんなやつに俺はなりたいっていう、そういうことがフォルテ。劣化も王様いらないって言ってんだ。この王様になっちゃえばなんかやっぱそそのかされてないですかな。え、なんかもう怪しいなこいつらの関係性。 EU に利用されてる気がするけどな。お、来た来た。あー、もう色欲の魔王でした。アズモンドを暴露、フォルテは唖然としながらただ聞いていた。知らないことが多すぎるな。罪なる願いの魔王のことも当然知るわけはない。アズモンドが何を企んでいるのかも何一つ分からずに。本当にアナサール、なんか獣の本当欲求である色欲性欲の部分をこの第三種でぶっ込んでいくスタイルで、しかも獣人の国でね今日ここで勝負するか、アナドサール。ここで多分この第三章によってね、獣のやつらを引き入れてこようっていう、ね、そういった魂胆があると思うんですよ。この第三章で獣人同士の発情期という部分をテーマにすることによって、そして獣の皆さん、アナドサールはこんな感じですよっていうことにするんだろう。それもいいと思うが、僕は普通にアナドサールの健全な部分をね、なんか普通に好きになっちゃったし、あとあのめちゃくちゃ高難易度クエストを出してくれ、マジで。あの多分不評になると思う不評だと思うけど、僕は高難易度クエストめちゃくちゃやりたくて仕方ねえんだ、頼む。僕は何を見せられてるんですかねこれは僕は何を見せられてるんですか、ね、おじさん同士のイチャイチャを見せられてますね。まあいいでしょう。イケメンだし、獣人だから許されるってことで。最強、出たよ、何がアルファだよ。え、本当にオメガバースの、え、そもそもこのアナザサールの世界でオメガバースのもはや当たり前の存在なんかな。そこがもうわかんないけど。え、耳がくすぐるようなパンフルートの音色。フォルテは巨大な、んなんで発情してんだよ、もう。すげえな、シグノマを。フォルテは巨大なオスが、夜の回からグイグイと、カマ首を、たげている。やっぱフォルテクソでっけんだな。ははは、もう、はい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 、わかりました。僕も色欲の魔王に、やられちまった。ダメだ。抑えることができない。ああ。色欲の魔王に、僕も、ちょっと、そそのかれちまってよとかな、ちょっと。僕も発情期になっちまった。仕方ねえな。じゃあみんなおさらばだ。ちょっと。今日なんでハグからだ、ね、そんな感じなのかわかんないけど。アズモンドがフォルテの鎧の、止め具を躊躇なく外してくる。ほんとみんな器用に外すよな。もう多分ここから NG だろうな。ですよねー。ですよね。あ、結構やっぱゴリラっちゃゴリラだな、ほんとに。僕はこういうゴリラ好きだわ、みたいな感じだわ。アズモンドが、あ、自ら衣服をやるとき絶対お前がやるような。こういう展開もエロ同時誌よく見たことあるんでね。任せてください。いや、もう、モザイクだらけっつか、もう、多分この辺バッサリ画像、あれだな、もうこうしてる気がするわ。じゃないと無理だもん。じゃないと無理ですもん。あ、やべやべ、ちょ、音消すわ。アズモンドを強く抱きしめたフォルテは、なんかもう、一回り小さいアズモンドを口づけをしてるっていうのもあるんですけど、これはどういうことですかね。
最近アナザーサールさん、どんどんね、いろいろと、なんか、隠語で通そうとしてるよ、なんか。厳しいものがあるよな。見てきました。まったく、フォルテ。そしてもう、案の定、たぶらかされてましたね、あれは。もうね、洗脳されたのか、結局契約交わして、なんか一体化しまったのか、ちょっとあれだったけど、いや、多分一体化したんだろうな。フォルテも、ね、いろいろと顔の周りのね、体毛みたいなのが緑色になったりとかしてさ、そう、黄緑になったんだよ。でも、理性失って、ただ、そう、アズモンドのケツに、自分のね、エクスカリバーを打ち付けることしか、もう脳がなくて、みたいな、普通に落ちた、快楽落ちしました。はい。で、だからね、この展開はおそらくアズモンド拒否するってやっても、多分ね、結局なると思うんですよね。ほら、そう、結局こうなるんですよ。気がつくと、集会所の石だったみたいな植物の草が這い寄られた。あ、これがね、そう。これでなんかいろいろと拘束していって、なんか最終的にたぶらかされて、なんというかなっちゃうってことなんですね。結構こっちの方がいいな。こっちの方がよくね、展開的に。マジで追っ始めた時は、なんかもう、いいぜ、俺のケツ落ちちまうよみたいな展開になったんだけど、こっちの方が、今見てる限りよくね、なんか。こんな、ちょっと儚い感じになってた。あ、いや、けどやっぱダメだ。ごめん、全然展開だ。やっぱこいつは、ろくでもねえやつだわ。ダメでした。結局、フォルテは落ちましたとさ、ちゃんちゃんということで、おしまいです。というわけでね、今回のね、アナウンサー第3章の実況はここまでにしたいと思います。まあちょっと対戦がなかったんですか、バトルがなかったということでね。まあ8話まで進んだから、ね、今18話まであるんだけど、ちょっとわかんねえけど。まあね、そこまでね、またちょくちょくやっていきたいと思いますので、ぜひ、まだ見ていただけたらと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれた方、その励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また次回のアナウンサー実況や、その他の動画でお会いしましょう。バイバイ。